最近やっていう男の失敗の人生もいい。バカだ、めちゃくちゃ。どこがいいって言うんですか。そんな人生の失敗の人生って言ったら、つまりその誰にも見積もらえず軽んじられ、疎まれ、嫌われる、軽蔑は貧窮、そんな人生ってことでしょ。どうか言ってんですか、そんなのも。でしょ。そんな、そんなハメに陥るくらいならまだ今の方がまともっていうか、それなりっていうか。やっぱりそうか。今ヒロは今の方がまともってったが、そのまともってない平均値、世間並みってことか。そういう恥ずかしくないから知ってる。それは知ってる。それだぜ、お前を苦しめているものの正体って。お前はそのまとも正常であろうっていう価値観と自分の本心、魂との板挟みに苦しんできたんだ。振り回されてきたそのまとも正しさに考えてもらおうと。正しい人間とか正しい人生とか、それっておかしな言葉だろ。ちょっと深く考えてみると何言ってんだか分からないぞ。気持ち悪いじゃないか。正しい人間、正しい人生なんてありはしないんだって。そんなものはもともと、さあありはしないな。それは時代時代で必ず現れ、俺たちを守ります。アウム、俺たちがその幻想をどうしても振り捨てられない。一種の集団催眠みたいなもの、まやかしさ、そんなものに振り回されちゃいけない。とりあえずそれは捨てしまっていい。そんなものと勝負しなくていい。そんなものに合わせなくていい。つまりそういう意味じゃ。ダメ人間に。あ、赤木さん。鳴らしときたかったんだよ。今日それだけは。ヒロミ。いかにもお前、その辺に引っかかってそうなんだからよ。赤木さん。から放たれた人生に、もうちょっと耐えてください。それは人生そのものじゃない。そういう
うものは全部飾り